こんばんは。今夜はね、イルミネーション見物ということで、東京駅の丸の内駅舎の方に来ております。このイベントの名前は東京道テラスというそうです。東京駅とかその奥の中央郵便局のライトアップ、これはね、いつもやってますが、この木にね、電球をくっつけて、まあ、とりあえずこうキラキラさせると、こういうやり方は、これは夏とかはないですね。夏とかは普通に葉っぱがあるから、まあそれはそれでいいんですよ。照明の数が明日になると増えるそうです。だからなんか明日来ればよかったような気がするんですが、明日の夜は私東京いませんので、残念ですが見に来ることもできません。やっぱ東京の景色でね、良さの演出、まあこれ前からたまに言ってることですけど、まあ、その重要な要素は私タクシーなんじゃないかなと思うんですが、いかにも自動車という形をしている、3、40年もう形を変えていないこのタクシーね、これが今向こうからやってきたこのジャパンタクシーに今変わりつつあるわけですけど、あれになるとね、こう昔から東京にあるこういった建物がちょっとまた見え方が変わってきちゃうんじゃないかなというような気がするんですが、どうでしょうか。これイチョウの木ですね。都内では至る所にイチョウの木があるんですけど、他のところはね、うちの近所とかにも生えてますが、普通にまだ葉っぱは残してるんですよ。これ一本も残ってないんで、その代わりにここにこう見事にイルミネーションもしてあるわけですが、わざとこのために落としたのかな。他のところにはまだ普通に葉っぱあるんですけどね。いや、そんなことはないよ。まだまだね、たっぷりと葉っぱをつけっぱなしのイチョウの木もありますんで、これいいですね。なかなかこういう見方はないですよ。イルミネーションの全般をなんか否定したりとか悪口言うつもりはないんですけど、ただもともとね、冬のこの時期にやるってのは植物がなくなっちゃって寂しいからイルミネーションやろうみたいなところがあるんで、イルミネーションだけじゃなくてね、通常の人間が計画的に整えたわけではない自然が作り出す美しい光景、自然のイベント、例えば秋のイチョウとか春の青葉とか、まあいろいろあるでしょうね。初夏のアジサイでも何でもいいですが、誰もイベントとして作ってはいない、そういったものに目を向けるのも東京の素晴らしい楽しみ方だと思いますよ。お、すごいな。あっちでも結婚してて、奥でも結婚してるの、みんな結婚してるんですね。あ、もうこの辺来るとね、いつも誰かしらが結婚してます。これなんだ、土管なんだろうな。これなんだかよくわからない、現代アートってやつかな。あ、またあそこでも結婚してるな。もう結婚がね、10メートル大きに行われてますんで、すごいですよ。まあでもやっぱりこれも綺麗ですけど、私だったら、朝の6時ぐらいのですね、ピーッとこう朝の日差しが差し込んだ美しい初夏の丸の内、もし私だったらそこで結婚するとしたら写真撮りたいですかね。まあでもそもそも、まあ、散々ね、 YouTube でもう人目にさらされてますんで、あんま結婚式とかね、そういうのは、まあ、個人的にあんまりやりたくないですけどね。YouTube で散々いつも晒し物になってますんで、まあそれは仕事だからね、全然問題ないんですけど、まあ結婚とかね、そういうのぐらいは人に見つかんないところでしたいなというような気がします。こういう変なやつもあってですね、まあ、なかなかいいんじゃないこれ。まあいいな。丸の内もなんかいろいろ変なものが新しくできますからね、まあ、私も挑戦してみたわけですけど、名物のオフィスレディにいろいろと大笑いされるってことになりました。これなんだ、桑田拓郎。これなんかこう私の頭に似てるっちゃ似てるんじゃないの。ほら似てるわ。こういうのってどうやって作るのかと、まあ、すごい気になりますけど、多分ここに地下からこう電源が取れるようになってるんでしょうね。でそれで人が上を踏んでも大丈夫なように覆って、でそれを木にとりあえずこういう配電盤みたいなものを仮にくっつけるんだな。でこれがまあスイッチの役割をするのか、スイッチはこっちなのか分かりませんが、いろんなところまでですね、枝分かれするコードをなるべく目立たないところに這わせて、それで、まあ、この木を灯すものとこの上で左右に分岐してるの分かりますか。この分岐をしているところからまたお隣の木に移す、それで全体に一つの木を拠点としてイルミネーションの電気を供給するわけですか。今ちょうど5時半になりましたんで、定時退社のサラリーマン、そして OL が続々と出てくるところですが、これもね、出てくるのにちょっとムラがあるようで、さっきはドカーッと来ましたが今はいない。でまたきっとまたダラーッとこう出てくるようになるんでしょうね。なんでそういう風になってるのか、エレベーターのせいかな、まあちょっとよくわかりませんが、この昔をイメージしたような三菱商事の本社が入ってるって、このビル、まあ、普通の人もなんか入れるらしいんで、ちょっとトイレ行きたいんだよな、借りよう。ダメだ、明らかもう観光客がトイレ借りに行くような場所ではなかった。申し訳ないというか、あまりにも居づらい場所であった。多分ね、この三菱美術館とかあるこの辺だったら、なんかいかにも観光客向けって感じだからね、トイレもあるんじゃないですか。でね、トイレ行ってきましたけど、いやすごい綺麗だと、もうとびきりいいやつがありました。まあなんだってとびきりいいレストランがたくさん入ってるビルの中に入ってたんで、それはいいのがあるに決まってるんですけど、だからただで使わせてもらっちゃって申し訳ないなって感じでしたが、このビルもすごいですね。
思ったより高いんだ。もうこの辺は高いビルばっかりで、それがすごいこんな感じで狭いところにたくさん並んでるんで、どういうビルがいっぱいあるのかとかよくわかんないんですけど、立派なもんだ。どこどう見てもこうですよ。これ綺麗じゃないですかこれね。あ、いいね丸の内。こうブラブラしてね、丸の内ってのはね、お金をたくさん使わせようとして、どんなところに行っても高いんですよ。だから昔私東京駅でアルバイトしてたんですけど、その時もね、もう食事とか昼にするだけでお金かかってしょうがなかったんですが、意外と街の雰囲気が綺麗なんで、その雰囲気だけ見て帰ればね、実は何でも高いのですが、お金を使わないで済むという場所でもあります。すごいですね、東京ってこんな都会なんだ。いやー、素晴らしい、かっこいい、すごく綺麗。これ4つ建ってる建物がね、全部別々の建物っていうのがすごいですね。洒落気のある噴水もありまして、これ自体は単純に綺麗なんですが、あまり下は見てはいけないようです。掃除の担当の人が決まってないのかな。でもね、都会って綺麗できらびやか立派で、まあ、すごくいて楽しいところだとは思うんですけど、でもなんかこう、ここにいてすごいお金を使いたいとかそういう気分になるかっていうと別にならないんですよね。もう単純にいつも別にお金に使いたい気分にならない、そもそもの問題もあるんですが、なんだろうな、ここにあるおしゃれなカフェとかね、おしゃれな、そのお店とかね、そういうものに特に関心がないっていう人は多いと思うんですけどね。綺麗っちゃ綺麗ですけど、別にこんなもんいらないっしょ。今の時期ね、クリスマスまではここ、ライトアップイベントをやっている関係で通行止めにしてくれているんだそうです。だから今横断歩道の端っこのところにしゃがんでそのまま撮ってるんですが、そういうこともできるし、確かにそういう点はイベントってありがたいですね。ビルってのはどうしてもこういう道のど真ん中から見上げた方が、おお大都会すごいなって感じがしますけど、これ道の端っこからしかいつもはね、車がいますから見上げることができませんので。やっぱ年末の東京って綺麗ですね。これは確か明治生命の本館ビルだったと思いますけど、ああ十分って書いたらそうなんだ。爆弾落とされても焼け残って立派なもんですよ。変な無理やりな装飾というかね、デコレーションみたいなことしなくてもいいと思うけど、今あるものを綺麗に見せるためのライトアップっていうのは素晴らしく、どんどんやってもらいたいですね。向こうに見えているの分かりますか。ここの突端のところちょこんと突き出ているのが東京タワーです。でそれから、ここのトラックの裏側のこの明かり、これですね、全部が綺麗に今日はライトアップされてますね。国会議事堂、こうしたらね、画面の真ん中、警視庁の脇によく見えますよね。柳の木の裏に紫の塔が立ってますけど、あれは新宿のドコモタワーです。まあ、こんな感じで、ね、東京はもういろんなところが、今の時期は特に、まあ、でも割と通年ライトアップされてますんで、夜にビルの前まで行って、おーすごい立派だと言ってるだけで、東京の観光は終わりますんでね。それで問題ないですから、東京都民が実際にそうしてますので、東京に行ったら意外とお金使わないで観光できるんじゃないですかね。今回は金使わずに、1円も使わずにブラブラただ足で回っただけにしては随分上出来だった。ぜひね、視聴者の皆さんもお金をかけない東京観光、結構楽しいですからやってみてください。大変おすすめです。